セントマリー川は北アメリカ語大湖のスペリオル湖ホワイトフィッシュ湾の端に始まり南東に74.5マイルを流れてヒューロン湖まで落差では23フィートの川であるその全長がカナダアメリカ合衆国国境となっており東岸はカナダのオンタリオ州西岸はアメリカ合衆国のミシガン州である川沿いにある重要地点は急流と数セントマリー スーセントマリーの双子都市であり、人工物としては、国境のアメリカ側にある、スーセントマリー運河が名高い。スーセントマリーの急流は、スペリオル湖から川に入ったすぐ下流にある。オンタリオ州側にある、この川の支流は、ガーデン川とバー川である。その他、カナダ川には、ホートクリーク、ルート川、リトルカップ川、ビッグカップ川、ローワーエゴー川ー、デスバラッツ川、ルツリー川がある。 アメリカ側では、ゴゴメーン川、マヌスコング川、リトルマヌスコング川、シャーロット川、ウェースカ川がある。ヨーロッパ人がこの地域に入ってくる以前、インディアンが漁老や交易を行い、急流近くでは陸走を行っていた。フランス人探検家、エティエンヌ・ブルレが1621年頃にこの急流を旅した最初のヨーロッパ人になった。1641年、 イエズスカイ宣教師、アイザック・ジョーグ・ド・シャルル・レインボーが、ブルレと同じ経路をたどり、急流近くで多くのオジブワ族と出会い、そこを、スーセント・マリーと名付けた。1796年、カナダ側の岸に、セント・ジョゼフ・トリデが建設され、交易基地を守り、イギリスがその地域を支配する拠点にした。このトリデは1812年に始まった、米英戦争でその役目を、 十分果たしたし1855年5月、エラスタスコーニングのセントマリーだけ船舶運河会社が最初の近代的肛門を完成し、アメリカンロックと呼ばれた。今日、川のアメリカ側には4箇所に肛門があるが、常に使われているのは2箇所のみである。1959年、数セントマリー運河が五大古水路体系の一部に組み込まれた。1895年、 カナダ側の競争意識からカナディアンロックが建設された。1885年に北西部反乱が起きた時、アメリカがカナダの軍船の通行を拒んだことからカナディアンロックが建設されることになったという説もある。現在のカナディアンロックはレクリエーションボートが利用している。数千泊まり国際橋は高性トラスアーチ橋であり、川を渡す道路橋である。 そのすぐ西には、スーセントマリー国際鉄道橋が、単線の鉄道を通している。エディソンスー水力発電所が、スーセントマリー発電運河の東端にある。この運河は、スペリオル湖からヒューロン湖まで、アメリカンロックの南、市内を通り、その全長は1340フィートと、世界最長クラスの水力発電所となっている。 この発電所は74機の参照発電機で25、内し30メガワットを発電できる。1902年に完成した。数千トマリー発電運河の掘作時に切り出された石が全面に張られている。アメリカ陸軍工兵司令部がアメリカンロックのすぐ北にある水力発電所を所有し運営している。カナダ側ではカナディアンロックのすぐ北に 水力発電所があり、ブルックフィールドリニューアブルエナジーインクが所有運転するフランシス・エイチ・クラーグ発電所である。発電能力は52メガワットである。1981年に完成した、セントマリー給流にできるウズ・エディソンスー、水力発電運河はその東端で、スー・セントマリー滝水力発電所の発電に使われている。この運河は、ミシガン州スー・セントマリー 1898年9月にミシガンスペリオルコ発電会社運河として始まったが、1902年6月にエディソンスー発電会社として完成した。上流のゲートから測ると全長は2.25マイル、幅は200フィートから220フィート、深さは24フィートある。流水の速度は7マイル、H である。スーセントマリー運河は川の北側と南側にある。 セントマリー川の急流、誘導用のコンクリート製包みが見える急流の入り口には一組の調整用工作物があり、スペリオル湖から入ってくる水を制御するために使われている。この工作物には16箇所のゲートがあり、その半分はアメリカ側、残り半分がカナダ側にある。1901年から1921年の間に完成した。水流は、 国際合同委員会が調整している。急流の北側には、急流を遡って、産卵に来る魚類を守る誘導工作物として、コンクリート製包みが建設された。これは、フランシスエイチクラーグ発電所からの水流が増えた、ことにも一部対応している。伝統機のセントマリー川セントマリー川は、アメリカ合衆国とカナダの間に結ばれた五大湖、水質協定で、 五代古地域関心事の一つに挙げられている。ありがとうございます。